はい、五泉市の昼の地区からお伝えします。早速上をご覧ください。無数のイチョウが重なり合うようにして視界を埋め尽くしています。色づいたイチョウがライトアップされて輝いて見えてきます。このイチョウの木はなんと樹齢が200年以上ということで、幹周りが非常に立派です。私が大きく腕を広げてみても囲うことは難しいほどの存在感があります。巨木です。そして木の根元から首を反らして上を見上げても一番上まで見ることは難しいです。それほどの高さがあります。カメラで全体像を捉えるためには後ろの方まで下がる必要があります。この辺りで見えてきますでしょうか。後ろの方まで下がって見てみるとライトアップされたイチョウの木、非常に幻想的で遠くから見てみても存在感があります。古木なんですけれども生き生きとたくさんの葉を茂らせるこの姿は近くで見てみると強い生命力を感じ取ることができます。一本でも見応えがありますが、この地区にはイチョウの木が100本も植えられているということなんです。昼間の映像をご覧ください。のどかな稲刈り後の田園風景が広がっています。この田んぼの周りにはたくさんのイチョウの木が植えられていて、その数なんとおよそ100本です。一本でも美しいですが、何本にも連なるこの景色、息を呑む美しさです。この集落は黄金の里と名付けられているんですが、その名の通り辺り一面黄金に染まっています。紅葉した山との共演は見事です。そしてこちらではため池越しのイチョウの木が望めます。深まる秋の景色が広がっています。太陽の日差しをたっぷりと浴びたこのイチョウの色は雲一つない真っ青な空の色にも負けていません。下にはイチョウの絨毯が広がっていて、上も下も黄金の世界です。昼の地区にたくさんのイチョウが植えられているのは、銀杏を冬の食料にしようという昔の人の知恵だったということなんです。ライトアップは今月23日の午後8時までです。静寂に包まれたこの場所で夜のイチョウを楽しんでみてはいかがでしょうか。以上、中継でお伝えしました。